はいどうも、スクヨミさんでございます。パンドロ2体抱えてのスクヨミさん、どのぐらい快適にクリアできるかっていうね、その一言に尽きるんですけど、すごく今すごい乱暴にやってますね。でここでカンちゃんの凄さを見せちゃいましょう。知ってる方もね、多数いらっしゃると思うんですけど、これです。この速度、速度そのものはスタート時はですね、まあどのモンスターにもねあるぐらいのスタートなんですけど、このカンちゃんの何が違う、さらに加速しちゃうんですよね、敵に当たった時は。これがすごい。今のはバックミスです。まあ、このウリちゃんですね、ウリちゃんも相当ここのクエストには厳しいと思うんですよね。加速で持っていくっていう。ああ、ドラえもん触れなかった。で基本はまあ雑魚からやっつければいいですね。まあ、クエストの方向性としたら、まず雑魚からやっつける。意外にその雑魚の方が、雑魚が雑魚じゃないっていう。攻撃力が結構あるんだね。難しい。よし。まあこのですね、パンちゃんが2体いたら、まあザコを優先して普通に倒してれば、もうそれだけで。足りてしまいますね。あとは気まぐれでね、パンちゃんがバシバシやっつけてくれる。置いといたら爆発系でダメージを与えてくれるし、弾いたら弾いたでスピードでと回復でパーティー全体を占領してくれるんで、この勢いですかね、何にせよ本当にこの勢いです。これは、ザコを優先してみますよ。
バトルセブン。こちらはですね、ビットンもその敵の数に加わってるんで、ビットンもやっつけておかないと、ビットンを逆にやっつけていくと、とても楽です。雑魚の次はビットン。こんな感じでやってみましょう。でこのようにビットンも今2つ残してしまうと、蘇生されてしまいます。で蘇生されるときにビットンがいるとですね、このビットン一つが雑魚一体になるんで、場合によっては雑魚はね、蘇生されないですね。このようにビットン今3つある中の3つを倒しておけば OK。 まあこんな感じで、めっちゃ難しかったんですよ、最初の方。ウリちゃんもいたのかな、ね、いなかったのかな。で、ここなんですけど、あえて SS を打たなくてもいいのかなっていう。で、逆に打つと、雑魚を叩けないんで、場合によってバトルが不利になることもありますんで、で雑魚をさっくり倒しつつ、あで、この地獄ウリウリは普通にこうバリバリ切ってくれるんでですね、地獄ウリちゃんはね強いですね。SS はあえて使わない方がいいんじゃないかなと思いますね。逆に SS をタンちゃんの SS 入れると大変になっちゃうかもしれないです。でこれで終わりですね。おそらく。ほら、終わんなかった。でこういう感じの雑魚の攻撃をバリバリ食ってしまうんで、SS はあえて使わないで消化した方がスムーズ。はい、こんな感じでございました。パンちゃんみたい、あと運枠でドラちゃんで、加速でウリちゃんっていう感じで実況をいたしました。はい、まあ本当の何だろう、大変なクエストっていうよりはもうゆったりとできるクエストになっちゃうんですよね、ウリちゃんが2体いることで。はい、こんな感じでご視聴いただきありがとうございました。